はあ、この前いたずらを先生に怒られちゃって、今日もこれから学校で掃除だよ。君がそんな顔する必要はないよ。でも心配してくれてありがとう。君か。ねえ、ライブ来ない？できれば友達誘って。そう、チケット余ってんだよね。明日即答かよ。もう少し考えてくれてもいいのに。仕方ない、他の子誘うか。おはようございます。一緒に行きますか？はい、一緒に登校できて嬉しいです。今日はいい天気だな。こんなに天気がいいなら洗濯物干してくればよかったかもな。お前が？へえ、お前結構家庭的なんだな。うちの奴らにも見習わしてんよ。どうかしましたか？それはすみませんでした。私はもう帰るところですので、あなたはゆっくり買い物を楽しんでください。おや、こんにちは。どうかしましたか？そうですか、それは光栄です。顔が赤いようですが、体調は大丈夫ですか？ちょっとランチに行くんだけど、なんだったら一緒に行く？君はさ、何が好きなの？和食か。じゃあ、あそこがいいかな。いい店があるから、そこ行こう。ないしょ。はい、
今から行くところなんですが、よければ一緒に行きますか？元気がつく素敵なお店ですよ。ここです。このお店ってサプリメントの品揃えがかなり充実してるんですよ。ジムなんか行かなくてもここでプロテインを飲めばバッチリです。そうすれば僕みたいにムキムキに。そうだったんですか。じゃあプロテインの量を倍に。あなたは今気になってることとかないんですか？ありますよ。あなたです。あなたが気になってます。夜も眠れません。よかったら僕と付き合ってくれませんか？ありがとう。今日は人生最高の日です。祝杯をあげましょう。きっと幸せにしてみせますから。マルチビタミンに加え、天気がいいので体を動かしたくなることを考えてアミノ酸を摂取しようと思います。これは、この四角いフォルム、簡素な手ぬぐい、申し訳ありませんが玉手箱は受け取れません。僕のためにわざわざ。なるほど、これが噂の愛妻弁当ですか。それでは今日はこちらをいただきますね。ごちそうさまでした。こちらへ。はい、そのままですよ。休み時間はまだあります。まぶたを閉じるだけでも疲れが取れますよ。こんなにおいしいお弁当を早起きせずに作れるわけがありません。今くらいゆっくり休んでください。お肉や野菜のバランスも良くて、とても素晴らしいお弁当でした。僕がお礼できるのはこれくらいですから。大丈夫です。こうしてあなたの寝顔を見てられますから。起こしてあげますから気にしないでください。おやすみなさい。はあ、すやすや。いつまでたってもテレ屋さんですね。うん？あれ？ここは学校？授業？そういえば随分と若返ってますね。
はあ、せっかく毎日美味しいご飯が食べられると思ったのに。二度寝をすれば続きが見られるというのは本当でしょうか。もしかして婚礼ですか？